間に合ったね。僕のお家案内するよ。すごいでしょ。お風呂もあるんだよ。ここでリラックス。ベッドルームではベッドでジャンプ。お次はキッチン。おいしいものがいっぱいだ。お料理も得意だからね。こっちには2段ベッド。上がいい人この指止まれ。イエーイ。ここは一番楽しい部屋。ずっと遊べる。こっちには本がたくさん。読み切れないくらいある。ねえサム、入れて。新しい家を見に来たよ。ほんと、今行くよ。じゃあ作り方をご紹介。やあみんな、今日作るのはドールハウス。まずはキッチンからね。よ、それそれ。建築はサム組にお任せあれ。ありがとう。ここは料理道具入れね。わあ、ピンク色だ。やったピンク好きだよね。それじゃあ早回し。それオムレツを作るんだダメ、まずはコンロ作りから。うん、ごめん。大丈夫、すぐ組み立てるよ。はい、これで料理できる。でも電気がないよ。壁もないしまったく注文が多いな。ね、壁ができたら機嫌治るけどな。はい、これがフード。ありがとう、とっても助かるよ。持ち運びできる家、最高だね。スーの部屋はどこ持ってく？じっとして。うん、私はビーチにしようかな。僕はキッチンをティビダボに持ってく。美味しいものがたくさんだ。それを入れるにはキッチンが出来上がらないとね。早くしよう。これでそれらしくなった。よしと。あれ、冷蔵庫がないけど。大丈夫、部品が今届いた。配達時間かかりすぎだな。急いで組み立てようよ。ララ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 、お掃除完了。家具を入れて。ほんと、さすがだねサム。あと2つ置いたらキッチンが完成。クラフトより読書のが楽しい。大丈夫、平気だよ。だから歩きながら読むのは危ないの。本棚が完成。本月さん、高評価ちょうだい。でもおかしいな、棚が空っぽだ。わあ、あなたの好きな本のミニチュアがこんなに。すごくいいね。これが机。僕のかっこよさについて書いてちょっと机低すぎない？足がないからだよ。あとはよろしく。いい場所探すよ。そうだな。ここだ。まるで僕の部屋みたいだね。もっといい部屋にしよう。はーい。わあ、かわいいね。いい本も見つけた。ほら。ハートクッションでもっと快適に。みんなの高評価もぜひちょうだいね。おやサム、お手伝いが来たよ。おお、ちょうどいい。さあほら、丁寧に仕事してよ。わあ、こんな書斎があったらずーっとここにいるんだけどな。じゃあもっといい部屋を作る。さあ行ってみよう。さあ、この部屋は一体何でしょう。難しいけど当ててみせるよ。僕なら絶対わかる。痛い。窓枠が目に入りそうだった。ごめん、外からは見えなくて。まったく、もう怒ったからね。
サム見て、雲の壁紙だよ。どういうことかな。壁の穴塞ぐんだから待ってて。手伝うよ。中が見たい。じゃあヒントをあげる。それ。わあ。サムはベッドの上がいいの？下がいいの？どうしよう。ぬいぐるみと寝たいしな。これでよしだ。あとは本も並べる。はーい。すごいね、サム。この階段はイルカの手すり。部屋はまだまだこれから。待っててね。今いろいろ入れてるとこだから。この部屋に高評価を。これでいい夢が見れる。天井も見てよ。子供部屋の床ね。そう。僕を潰す気。いつもの力持ちは？遊んで元気出しなよ。じゃあ冒険ごっこだ。よし、じゃあ行くぞ。ふぅー、恐竜がいるぞ。テントにいたずらするスライムはお仕置き。それじゃ、組み立てるからね。上を針金で縛って完成。飾りもつけちゃおう。ここで暮らしたい。もう一つ枕持ってくる。さあ、行くよ。引っ張って。転んじゃう、転んじゃうよ。お、いいね。ミニキッチンが完成。あとはおもちゃを入れていこう。滑り台も設置しよう。みんな、遊ぼうよ。僕も遊びたいけど、入る場所がない。サム、次の部屋見に来ない？行く行く。サムを元気づけようか。さっきの部屋と違うところはどれ？色のついた窓に壁はさっきもあったしな。じゃあ早回しをするよ。そうしたら何かわかるんじゃない？あ、ベッドが一つだけだ。僕だけの部屋。一つ目の違いは正解。進めるよ。寝ながら本を読むのが好きなサムにランプを作ろう。お手紙もね。手紙？ホグワーツから？なんてこった。アスカバンで13件持ってた。って違うのか。そんならビビリッパビリッブー。あなたはもう魔法知ってるじゃないの。本を収めるための収納ボックスを作っていこう。もっと僕のお宝だ。中に全部入れよう。そうだ。イエーイ、入った。ドレッサーの隣に置くよ。あと少しで完成。これ楽しい。できたんだね。いろいろくっつけて。お風呂はまだできてないよ。なんてこった。どうすればいい？大丈夫だって。最後の部屋はバスルームだよ。そこなら洗える。入れる大きさならだけど。じゃあうちの方に行ってくるよ。この部品持ってて。部品がないと思ったら。おお、じゃあ行ってきます。ドールのお風呂の壁を作るよ。ラララララ、さっぱりした。おららよ。それ私の。先に行ってよ。ごめん、これ必要なんだ。うちのバスルームに入れる。なんてこった。僕も欲しい。こ
ここなら1日3回も歯磨きしちゃう。ラララララララ。はい、泡のお裾分け。取って。サム、こっち。そのためのバスタブ。バスマットも敷こうね。脱いだ服を散らかさないようにバスケットも用意したよ。ありがとう。さあ、6つの部屋が全部完成。やった。そしたら全部を組み立てよう。なんてこった。イエイス。屋根を持ってきて。設置は僕がやる。まずは組み立てから。うん、そうだった。接着剤でつけるよ。あとはライトアップしてお客さんを呼ぼう。すごい、新しい家だ。イエーイ。お、あれはなんだ。あっちへ行こう。イエーイ。楽しい。ちょっと、おもちゃ投げダメ。枕投げもダメ。そういうの好きなくせに、なんでダメなの。好きだけど、綺麗な家が壊れちゃわないかって。安心して遊びなよ。壊れても直すからさ。じゃあ遊ぶ。わー、激しいな。いろんなものがある。何から使おう。みんな、チャンネル登録をよろしくね。